こんなに野球が楽しいことはなかった。ドグン・シーネースが大谷の偉業を達成直前に本熱大谷翔平海外の反応本日はドジャース・ブース・マリナーズでドジャースがスイープ。試合後のインタビューやブレイブスの小選手が大谷翔平選手についてロボットと絶賛した件について見ていきます。早速話題に移ります。 昨日は3点差をひっくり返し逆転勝利でマリナーズとのシリーズで2連勝ドジャースも首位を守るため負けられない戦いが続きますが一方のマリナーズもシャワークシェー奪還を目指し踏ん張りたいところその両者の位置が今日のシリーズ最終日にぶつかり合いました1回に先発のフラハティ選手がアロザレナ選手へのデッドボールを当てると アロザレナ選手は怒り爆発。ただ、フラハティ選手もあまり、両者は親指を上げ和解したように見えましたが、アロザレナ選手が第2打席で倒れると、フラハティ選手が何かを言ったのか、一触即発の状況に。慌ててロバーツ監督ら選手たちも飛び出し、緊迫した状況での試合展開となりました。ロジャース・ネーションは状況について、 ジャック・フラハティとランディ・アロザレナは、ジャックがマウンドを去る際に言葉を回した。ランディ・アロザレナは、先ほどの投球が自分に向けられたと感じたことに、まだ怒っているようだ。ジャック・フラハティは、軽く払いのけたと説明しています。そして、大谷翔平選手は、第2打席で子球を選び出塁すると、ベッツ選手の2塁打で一気にホームイン。 2点を返し、すぐに逆転に成功します。ベッツ選手は、勝利に貢献する渾身の二塁打に、塁上で腕を振り回し、感情爆発。大谷選手がホームインするのを確認すると、手をたたいてガッツポーズ。そして、大谷選手は第3打席でライト前ヒットで出塁し、39個目の盗塁に成功。 これで39本塁打、39盗塁で、本塁打と盗塁ともに40まで大手をかけます。直後、フリーマン選手の二塁打で大谷選手がホームイン。さらにこの回、ドジャース打線が爆発。この後、連続ヒットで5点を追加し、リードを7点に広げました。このままリードを守ったドジャースが8対4でマリナーズをスイープ。試合後のインタビューで、 マンシー選手はマリナーズの好投手ギルバート選手を攻略したことについて我々がベストな状態にあるときしは相手を消耗させますギルバートは5回で109球に達していました彼はいいピッチングをしていましたが私たちは彼を消耗させ続けましたこれがゲームの鍵となり私たちが得意とする投手と対戦できるようになります ラインアップ全体での戦いを見るのは楽しかったですと。早い段階での大量リードを振り返りました。そして、先発のフラハティ選手は、まず第一に、いいスタートを切ることが大事でした。ここに来てから初回が少し荒れていたので、いいスタートを切れたのは良かったです。修正すべき点はいくつかありますが、次回に向けて調整していきます。第一、第二イニングでいくつか修正を加え、その後は、 うまくいきましたと、今の試合を振り返りました。そして、味方の強いエン・シェ・5については、我々の打線は層が厚く、一人一人が続いていきます。彼らがシアトルの投手陣に対してやったことは見事で、特に今夜のギルバートに対しても、次から次へと攻め続けました。投げているとき、つい見入ってしまうことがあるくらいです。本当に見ていていい楽しいです。と、 好投手相手にも屈しない強力打線に惚れ惚れするコメントを残しました。そして、アロザレナ選手との一触即発だった件については、特に何もありません。ランディ・アロザレナ選手のことは、選手として尊敬していますし、彼はこのリーグでずっといい成績を残してきました。その状況で彼を当てる理由は全くありませんでしたが、彼がそれを着上がったので、まあ仕方ないですね。 私はこのリーグで優れた選手を尊敬しています。言いたいことは、おっさ、互いに言ったので、それで終わりです、とお互いに問題は解消したと強調していました。ロバーツ監督は、今シリーズで我々が相手の先発投手陣に対して行ったことは、まさに教科書的なものでした。あそこの先発投手陣は野球界でもトップ2に入ると言っても過言ではない。 その彼らを打ち崩し、ブルペンに追いやることができたのは、この3試合シリーズの中でも特に印象的な勝利の一つでしたと。ドジャースの打線に自信を持つコメントをノックシェンしています。一方のマリナーズ監督のサーバイス監督は、ドジャースは絶好調でしたとドジャースを絶賛。一方で、首位争いから遠のいてしまったことで、ここにいるチームの皆に話をしましたが、 1>, 1日だけ距離を置く必要があります。我々の選手たちは懸命に戦っており、この状況を何とかしようとしています。でも、時には少し引いて距離を置くことが必要です。帰宅してから再出発します。また必ずやれると確信しています。ただ、今回の遠征は厳しかったですね。 我々は立ち直らなければなりませんとスイープされたことで、チームの精神状態を心配する事態となっていました。今日で13連戦が終了したドジャース。13連戦の成績は10勝3敗。13連戦から復帰したベッツ選手とマリナーズ戦から復帰したマンシ選手の活躍で、さらにドジャースの勢いが増した印象でした。 ドジャースは明日は久しぶりの移動日なしの休養日となります。そして今日、2位のパドレスはツインズに敗北し、3位のダイヤモンドバックスはまあ、ディーンズに勝利。ゲーム差は4.0に広がっています。なお、ESPN が発表するドジャースの現在のプレイオフ進出の確率は99.99% 99で、メジャー1位の確率となっています。そして MVP 争いも最終段階に突入しつつあります。 MLB ネットワークでは MVP 争いとして大谷翔平選手のりにブレイブスの選手を特集番組ではマルセル・オズーナが自分のパフォーマンスがチームを勝利に位置くいていると理解しておりそれが彼にとって何より重要だと語りました彼はベテランとして成熟しており自分の役割を理解していますまた彼がトリプルクラウンを獲得する可能性も十分あると その活躍を大絶賛していました三冠王の可能性についてですが現在打率と打点で首位ホームランは2本差で2位という位置につけていますそして昨日37号ホームランを放った選手が試合後のインタビューで三冠王の可能性について問われるといやそんなことは気にしていませんただ毎日試合に出てベストを尽くしチームが勝つために全力を尽くしています それが私の日々のルーティンです。そして一番大事なのは健康であることです。エネルギーを持ってプレイすることです。と記者の煽りには乗りませんでした。記者がさらに三冠王を考えないんですね。それは本当に素晴らしいことだと思いますが、と本音を引き出そうとする質問をすると彼はいや、本当に考えていません。 皆も知っているように、反対側にはロボットがいますからね。大谷選手はロボットのような選手です。彼を抑えたと思っても、次の日には何本もホームランを打ってしまいます。そして私は少しペースを落として、打率や打点を確保しています。それが私のアプローチで、ヒットを打ち、チームを勝利に導くために努力していますと、ホームランを狙うのではなく、 ヒットや打率を上げるることとに集中しししていると発言しましたファンの相場ではこの選手が大谷選手をロボットとニックネームしたことが話題となりましたそして間もなく故障者リストからの復帰が見込まれる山本義信選手は今日の試合前に2イニングの実戦形式での投球練習を行いました打者8人に対して4奪三振1安打の内容で 彼は前回よりも感覚よく投げられましたし、2イニングを想定して投げられたので良かったと思います。スケジュールは話し合いながらになりますが、順調に来ていると思うので、少しずつ近づいていると思いますと、順調に調整できていることを強調しました。ロバーツ監督は、ビッグステップだ、いい投球をしていたと思う。復帰は9月中旬が妥当だと思う。 最も大事なのは健康で焦らず復帰を目指すことですと語りました。今後はもう一回実践形式の投球練習を行い、その後マイナーリーグの試合に登板して3、3、4イニングを投げた後、9月中の復帰を計画しています。以上、大谷翔平選手の最新情報を詳しくまとめました。ぜひ今日の試合への感想などをコメント欄で教えてください。次の動画でも 大谷選手が出場予定の試合結果速報をお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。なお、今回の動画が良かったら、高評価ボタンを押していただき、通知ボタンもオンにしてくださると励みになります。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でもお会いできるのを楽しみにしています。